ネオレゲリア族ネオレゲリアはアナナスの族の一つ。家系がごく短くて花が葉の筒の中で咲き、その周囲の葉が美しく色づく。溜まった水の中で咲く花へのコンセントリカほとんどは着生の双本。茎はごく短く、光線形の葉をロゼット状に展開する。葉の基部は幼少となって短い筒状やロート状になっている。葉は 革状でしなやかな葉質のものが多くより硬い葉を持つ例もあり、多くは尊厳に短くて鋭い棘を持つ。また葉の形はトイ上で反り返る例が多い。葉は緑で底上に反紋などを示すものもある。裏面は多くの例では緑色無地だが、ここにも反紋を示す例や白い老状物質に覆われる例もある。花は円錐状。 あるいは、相上過剰であるが茎が、ごく短く、登上に集まり、葉の筒の中に渦漏れるように咲く。三個の学片は、基部で互いに合着し、花弁も、また基部で合着し、その色は白か、泡紫色、あるいは単性色を示す。おしべは六個で、花びらの基部から出る。なお、葉の中心近く数枚はその幼少に水を溜めるようになっており、 花もその水の中で育ち、水面から出て開花する。また開花時にはそれを囲む、数枚の葉が、特にその下半分が鮮やかな色に着色する。果実は液化。学名は、サンクトペテルブルクの植物園長であった、エドアルト・アウグスト・フォンレーゲルにネオスをつけたものである。なお、旧学名はアルゲリアであった。約70種が知られる。ブラジル東部の熱帯雨林に、 分布の中心があり、コロンビア東部とペルー東部にも少数の種が知られる。代表的なものを以下に挙げる。カロリネー、鳥カラー干賞用に栽培される。本属では花そのものは地味であるが、葉と特に開花期に中心の葉が多様な色彩に着色し、それが何ヶ月も維持されるために鑑賞価値が高い。園芸用に作出された品種もある。 最もよく栽培されているのはカロリネーヌカロリネーで、開花期に中心部がシンク色に着色し、白福人の青い花を咲かせる。さらに歯に白い島が入る品種、トリカラー F リコロールはよく光を当てると歯全体がピンクを帯び、とても美しい。よく普及しているために、学名の略称でね、鳥と呼ばれることもある。 また本属と他属の間の属間雑種も作られ、以下のようなものが知られる。以下、種として、園芸植物大辞典、P1719 浅山ほか、P170 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 園芸植物大辞典、P1719 フィルコックス、P219 園芸植物大辞典、P1719 園芸植物大辞典、 P1719 から1722。園芸植物大辞典。P1719 園芸植物大辞典。P1719。ありがとうございます。